ご視聴ありがとうございます。今回はシクラメンの結果発表、実証結果なんですけれども、その実験したやつちょっと消えちゃいまして、投稿忘れちゃいましたので結果発表だけお伝えします。すいません、ぜひ見てください。花芽出てきますから。続いての実験結果です、ちょっと今もう リサさんの頭こうやりたいんやけど、手届かんでやらんけど、その最初のこんなことやりますっていう動画アップされてないかもしれないって言ってたで、はい申し訳ないです。カツンってやるとパワハラで訴えられそうなんでやめときます。はい、はい、男やったらやってます、はい、っていうことで、何をしたかというと、シクラメン、よく例えば11月12月にお歳暮とか、ちょっと贈り物でシクラメンもらうじゃないですか。でそうするとしばらく家の中に飾っておくと、なんかこう汚い葉っぱがめあれ増えてくるじゃないですか。あれを全部抜いてくださいっていう動画やったんです。で悪くなった葉をとにかく全部ぬるぬるしたら茎とか黒くなった茎を全部抜いてくださいって。で抜くとどんな状態になるかって言ったらこちらです。ここ今お見せしません、はい、でここがもうむっちゃくちゃ新芽出てるやんけど、ぬるってしたりとか、それ全部抜きます。もう30分かけてもいいから抜いてください。そして何をするか、外に日光の当たるところにバチンと置いた結果です。お見せします。近寄って。タラララララララってなる、こんな状態変わらんやんってと思うでしょう、はい、実を言うとここ悪いところとって、ここをガバッと開けて、普通はこういう風な葉っぱって出てこないんですよ。これ出てきても上に汚いものがあると全部これ枯れるんですよ、はい、このつぼみ見てください。枯れてないでしょ。つぼみ出てきてますね。出てきてるでしょ。どういうことかって言ったら、汚いものがここにたくさんあると一緒になって蒸れてしまうんですって、はい、で汚いものをちゃんと取ってあげて、風通しを良くしてあげることによって居心地のいいベッドにしてあげるわけなんですよ、はい、そうすると葉っぱ出てきますから。出てきてるでしょ、ほら出てきてます。出てきてるでしょ。これが実験結果です。はい、それからです。葉っぱめちゃくちゃ出てきてるやん、気持ちいいやん、この場所、ここでありがとう、ここで光合成できてるからエネルギーは得てるよ、だから花芽出せれるよ、花芽出せれるよ、出す準備始まったよって教えてくれてるんですよ、うん、何必要ですか。肥料。ピンポン。こっから肥料やるんですよ。こっから肥料与えてください、はい、でシクラメンもそんなにたくさんと肥料必要くないんで、希釈倍率液体肥料だったらちょっとね、あのでシクラメンって結構株大きいですから、はい、置き肥の場合は、置き肥って分かります、土の上に置いた場合は花だかしてください、はい、ね、だいたい、まあ、5センチに1個、これだったら7粒ぐらいかな、はい、うん、やりすぎんかな、まあ、5粒から7粒ぐらいをこの縁の脇に均等に置いてください、はい、やったらダメなこと、絶対やったらダメなこと、置き肥をここに置くこと、はい、いるから、気持ちわかる。その人の気持ちめっちゃわかる、はい、あの肥料やろうと思ってここにやったらまた絶対効くやろって当たり前やん。当たり前やん、誰が考えたってここに肥料置くやん、はい、ダメダメね、あのここに大きい魚を口のところにドーンと置かれたんで、あの腐っちゃう、ここね、だから焼けちゃう、きついものがここに来るとダメやから、はならかしてやってくださいってことね。でそれか液体肥料を与えてください。ですると食べ物ある、光混合性ここでできる、ね、混合性、この残った葉っぱでね、これ悪い葉っぱ全部取ってくださいね、ここで混合性ができる、できる新しい葉っぱ、めちゃくちゃ環境いいやん、めちゃくちゃ風来るやん、日光当たるやん。
最高、ありがとう、ありがとう、三国社長本当ありがとう、いい環境作ってくれてって、もうウッキウキ、うん、見ましくらめ、ウッキウキウッキウキ、ありがとう、ありがとうって。でも、見てみて、こういう風に悪いところも茎もあるわけ、はい、ね、でこういうのはまた抜いてあげてください、はい、そっとね。だからこうやって抜こうと思っても悪いやつってこううまいこと、あ、シクラメンの抜き方ね、これどう切ったらダメやよ、抜くのね、はい、抜くのね、このここを持って抜く、ほら根元から取れるから、はい、だやったらダメなこと、切ることね、シクラメン切ったらダメですよね、抜く、もう一遍見せますね、これ元気やけど元を持って抜く、切れ失敗した抜く、ほら、はい、抜く。で、こういう汚い葉っぱ、こういうのもピンセットでもいいから、めんどくさいかもしれないけど取ってあげて、こまめに取った方がいいです、取ってあげたがたい、そうしないと蒸れる、汚い腐ったものが横にあると、そうするとあー気持ちいい、だって嫌でしょ皆さん、ベトベトの枕の上で寝る、寝ない、嫌やろ。それと同じで、やっぱり環境のいい、風通しがいいとこで大の字になって寝たいやん、はい、そうでしょ。で寒かったらちょっと毛布かぶる、うん、まあちょっとね囲いしてあげるとか、冬だったら発泡スチロールにこうくるんであげるとめちゃくちゃあったまるんでね、はい、うん、人間と同じです。で居心地よくなったら外に出し合って日光浴を当てると、で、うん、気持ちいい、頑張ろうってなった時には花、ね、こう葉っぱ出てきますんで、その時に肥料を与えてください、はい、そうするとこうなります、はい、覚えておいてください、はい、とここの葉っぱがまた茂ってきます。僕が生産者のところで見たのはまた広げます、うん、とにかくこの株、ここね、ここ、こう株って言うんですよ、株ね。ガーデンシクラメンの場合は球根です、はい、シクラメンの場合は株です、はい、株に日光をよく当ててください、はい、でごめん、これ生産者の人、僕の説明が間違いで、もうちょっと補足したらいいなと思ったらコメント入れてあげてください、はい、シクラメンさんの農家さんいらっしゃいましたら、もしこれ動画見てたら、いや三国さんもっとこういうやり方がありますよっていうことあったら、下にちょっとコメント入れておいてあげてください。本当にご協力お願いします。だってみんな分かんないから、うん、ね、はい、あでそういう風にしてね、なるべく枯らさないプロジェクト、ね、まあ観賞物バージョンもやってますけどでこれで日光をずっと与えておけば、そう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 、葉っぱ茂ってくる、そう、葉っぱ茂ってきて花芽は横から出てきます、はい、でもシクラメン買った時はここに花ついてるじゃないですか、はい、あれって生産者が一生懸命真ん中にこうやってくれてるんですよ。で葉っぱもあっち向いたりこっち向いたりしてるから、はい、生産者1枚ずつ綺麗に円状に広げてくれてるんですよ、うん、だから本当に生産者の方の苦労っていうのもちょっと分かってあげてほしいかなと思いますんでね、はい、まあでもそれは生産者のお仕事として分かったあれだけど、あ、シクラメンってこんなに楽しいんだって気づけば、皆さんね、また今お歳暮ギフトってめちゃくちゃ減ってるんですよ。だからぜひまた来年になったらね、今年の冬になったらシクラメンを送ってもらってね、まあ開花園さんの YouTube でなんかシクラメン載ってたからそれ見て参考にしてとかって言ってくれると嬉しいかなと思いますんでね、はい、はい、でまあ底面給水とかいろんなやり方もあるんですけど、またそれはその時期になったら説明したいなと思いますんで、であと過剰なね水やりとかはあまり良くないかなと思います。やっぱり株が腐ったりとか、ここは蒸れるんですよね、うん、で蒸れる植物って結構決まって、リーガスベコニアとか、うん、ああいった例えばポインセチアとか、あとはシクラメン、天然給水で、販売されてる植物って結構数少ないんですけど、あれなぜかっていうと、上から水をやった時にここでバーって皆さん水やるからここ蒸れてしまうんですよ、はい、それが一番の原因なんですよ。やっぱ蒸れって良くない。どうしても、僕らで言うと、ジメジメした湿度の高い半分濡れてる布団で寝ると絶対朝起きたらこうふやけてると思う、うん、でそれを毎日繰り返してると絶対にここから病気入ってくると思う。腕動かなくてこうかびてくると思う、うん、だから一緒なんですよね、うん、でも水は欲しい、水を与える、蒸れる、
だからやっぱり風通しのいいところに置いてくださいっていうことです。で、風通しのいいところに置いておくと意外と病原菌はやってきません、はい、でも風通しがいいっていうことは生き物はめちゃくちゃ健康、居心地がいいから虫は来ます、はい、病原菌は来ないんだけど虫が来るっていうやつ覚えておいてくださいね。で、風通しが悪いと虫あんまり来ないんですけど病原菌が来る、うん、肌にとか ねそういったものが来るんですよ。覚えて、アブラムシとかね、あれって風通しが悪いところに来るんですよ。まあアブラムシも虫なんですけど、まあお互い一石にいいところも悪いところもありますんで、あ、なるほどなって思えばいいかなと思いますんでね。ということで今回は実験結果ね、お伝えしました。以上です。またよかったら、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。